まず桃田のサービスで試合が始まっていきます。画面手前が桃田です。スマッシュ高く上げました。桃田の強打、わずかにアウトです。シングルスのラインは内側のラインがサイドラインということになってきます。池田さん、まずこの立ち上がりどんなところが注目になってきますか？そうですね、お互い同じチームなのである程度ショットの種類だとか球回しだとかは把握していると思うんですよね。桃田君からしたらやはり前半絶対離されないように、最新の注意を払いながら田子選手にからポイントを取っていきたいところですね。今はその桃田が強打を続けていきました。田子は格上の相手なのでとにかく向かっていきたい、相手がどんなプレーをしてくるかわからないので自分のプレーをしていきたいというのが桃田です。今度は田子、田子のスマッシュ、今度はタゴが決め返しました。このタゴは相手なども見ながらさまざまなプレースタイルがあるなというそんな印象のある選手ですけれども。そうですね、タゴ選手の持ち味はやはり、ショットの正確さ、一つのショットから何種類も豊富に球を分けてくるので本当にどこに打つかわからない、世界のトップランカーでも本当になかなか一筋縄ではいかないようなプレーヤーの一人ですね。わずかにネットを越えませんでした。タゴが3対1、2ポイントリードです。先に21ポイント取った方がゲームをものにします。そのゲームを先に2つ取った方が試合の勝者です。今度は強打正面、よく返したタゴです。越えません。今体の正面に打ち込んでいきましたが、そうですね、比較的桃田選手ディフェンス深くこうポジションを取ってサイドに構えるのでちょっと前半ボディのスマッシュを増やしてますよね。ネットに当たってポイント桃田です。ネットに当たって入るのはバドミントンでは認められています。さあ追いついてきました。桃田としてはこうしてなるべく離されない展開にしていきたいところでしょうか。そうですね、やっぱり終盤までついていきたいですよね。ヘアピンと呼ばれるネット際の応酬からタゴ、わずかにアウトです。サイドラインの外でした。桃田リードです。タゴ選手今までの 1,2 回戦と比べて初めから結構トップスピードで動いてますよね。そうですか、やはりそれだけやはり桃田選手っていうのに警戒してるんだと思いますね。桃田はかなり力をつけてきているということも話をしていた同じチームの先輩のタゴです。これはわずかに外です。社会人1年目、同じように高校を卒業してそのまま社会人に入って高いレベルの中で力をつけてきている、まさに桃田がタゴの後を追うような形のこの両者です。スマッシュ強力です。この桃田はサウスポーということになりますが、この辺りというのも一つ特徴にあってくるかと思いますが。そうですね、彼の持ち味ですよね。なかなか日本人で左利きで強い選手っていうのは少ないので、はい、海外では何人かいるんですけど、非常に日本の中では数少ない選手の一人で技術も高いですし、内訳がやはり左からだと右と軌道が全然違いますので、その辺やはりやりにくいところだと思いますよね。ポイント5対5です。タゴ、桃田ネットにかけました。少し今上の方を見た、そういった視線の送り方がありましたけれども。そうですね、やはりこの体育館風が少し舞ってるのもあるので、はい、いつものポイントで取られてもちょっとずれる時あるんですよね。円形の形をしている、バドミントンの会長としては珍しい遊技台です。何か一進一退、なかなかポイントの差がついていきません。
桃田としては少し手応えを感じるということもなってくるでしょうか。そうですね、スマッシュわずかにアウトです。桃田がリードしました。今のところはやはり桃田選手のショットもしっかりコートの中に入っているので点数も 7-6 ですし離されずにちゃんとついていってると思います、ね、今度も桃田タゴ奥を一度使います。ここから入っています。今のストレートは良かったですね。見事なショットでした。この後ですねバドミントンは球体の部分がラインの上であるインということになります。ネットにかけました。サービスオーバー。セブン桃田が2ポイントリードしたところですがここもすかさず返します。私は海外でも数多く試合をして一番充実した1年だったという話をしているタゴです。その集大成にも近いこの12月の全日本。また桃田が2ポイント。この桃田はこのネット際もなかなかうまいなという印象がありますけれども。うまいですよね。ヘアピンの技術でいうと、はい、やはりタゴ選手桃田選手は日本の中で本当トップクラス、世界でも本当トップクラスだと思いますね。今度はタゴがヘアピンを入れていきました。このヘアピンというのはこのネット際をこうしてギリギリ超えるようなこのショットのことですけれども。そうですね、互いに強打そしてさまざまな技術も持ち合っているという両者です。この前を使います。見ました。さあ桃田が先に10ポイントに到達をしました。先に11ポイント取りますとインターバル1分間の小休憩に入ります。次はタゴが上げるチャンスになるか。正面入りました。サービスオーバー。この辺りもタゴも冷静だなという気がしますけど。うまいですよね。やはりこの体育館少し風はあるんですけど、やはりこういう風に風があってもシャトルをコントロールできる選手って少ないんですよね。この選手もかなり今日もそうですが風に苦しむという場面が多くあります。この時は返した。タゴ追いついてきました。10対10。どちらがまずリードをしてインターバルを迎えるか。ネットにかけてポイント桃田です。桃田が1ポイントリードしてまず第1ゲーム前半を折り返します。ここまでのまずこのタゴに挑んでいる桃田のプレーというのはどう映ってますか。はい、前半からしっかりミスをせずに自分のプレーを心がけていると思いますね。ネット際の攻防でも田口選手に負けてないですし、リズム的にはいい感じだと思いますね。さあここからのこのまず第1ゲームのポイント、池田さんどんなところになってきそうでしょうか。やはりまだですね、田口選手が全力で動いてないというか相手の様子を見ながらのプレーなので、はい、ここからどれだけ田口選手がギアを上げて動くかによって桃田選手も対応しなくちゃいけないので少しゲームがここから動いてくるんじゃないかなと思いますね。バドミントンの中ではこの11点からこのスマッシュ正面よく返した桃田。今度はタゴ見事なスマッシュ。11点からまあ15点というところ一つまあ大きなポイントになってくるという話も聞きますけれども。そうですね、ここからの5点というのは終盤にかけてリズムをこううまくつけた方がやはり抜け出す傾向にありますから、しっかり15点までどちらが取るかすごく大切な場面になってきますよね。今度は上げました。クリアスマッシュ。ネット際ヘアピンの押し超えたか超えないか。タゴが逆転です。
インターバル明け2ポイントを取りました。インターバルがあった後というのは選手の中の気持ちというのはどうなんでしょうか。やはりドリンクを、休憩取ってタオルを取って、改めてその気持ちがリセットされるっていうところが大きいですよね。また1から次は次の11点に向けてスタートリスタートっていう気持ちの切り替えができるところですよね。タゴが初めて3連続ポイント2ポイントリード、その流れを切ります。サービスオーバー、フレンチ13。やはり一つ桃田選手のいいところでラウンドからの打ち分けですよね。あそこからのラウンドのクロスとラウンドのストレートをしっかり打ち分けることができればディフェンスは本当タゴ選手いいんですけど、さすがにタゴ選手でもちょっと対応できないかなというところはありますよね。タゴストレート、もう一度チャンスだ。よく返している。ディフェンスの良さを見せる桃田。ヤピンの押しから押し込んだ。また追いついてきました。いや今も決まるかというスマッシュが連続でありましたが、よく返していますね。そうですね、桃田選手もディフェンスいいですよね。今度は桃田一発で決めていきました。再びリードを奪いました。桃田選手アグレッシブですね。やはりあのタゴ選手にこう勝つんだという気持ちを前に前に出してアグレッシブに動いてますよね。社会人にもなって会社の名前も背負っている、優勝を狙っていると話すこの桃田です。先に15ポイントに到達するのかどうか。ライン際見て、あっと触ってポイントです。今タゴとしては少し、アウトかなという意識がちょっとあったんだと思いますね、はい、なかなか珍しいんですよこういうタゴを見るのは、はい、それだけギリギリのところに狙っていきました。桃田先に15ポイント、チャンスになりそうだ。正面よく返したタゴ、ストレートアウト。サービスオーバー14-15。ここは思い切って打っていきました。どうでしょう、このくらいの段階までリードをするとここから第1ゲームを取るまでというのは選手の中ではどんな意識なんでしょうか。そうですね、もうここから一本一本の積み重ねなので、桃田選手はとにかく1点リードしたまま終盤に行きたいと思いますし、比較的いいリズムで桃田選手向かっていって攻撃もいろんな種類があるので勝負できてるんじゃないかなと思いますね。ヤピン出ていきます。ポイントタゴです。さあこれで15対10。あとは池田さんからお話があるようにこのタゴがどうギアを上げてくるのか。ここからそこを切りました。流れがタゴに行きそうだなというところを確実にこの桃田がポイントを取ってきます。タゴスマッシュ、これは強力。やはり一つこのゲームの中で重要になるのはネット前の攻防ですよね、はい、今見てるとやはりネットを勝負して取った方がああいう風に形として攻撃体制になって決めれるっていう形があるので、お互いネットがうまいですから、ここからさらに工夫してネット前、技術の高いお互いの攻防になると思いますね。先にそのネット前で上げてしまうとそこを打たれるという、このタゴのショットというのも少し苦しい中で、そうですね、ちょっとフェイントをかけて上げたんですけど、さすがに同じ環境でやってるだけに分かる部分もあるんでしょうね。ネットを越えません。そのネット際桃田に今はミスが出ました。さあ第1ゲームから接戦で終盤20、21点をめぐる攻防になってきます。
している。今度は桃田、くっころっていった、クロスに決めてきました。今難しい体勢だったとは思うんですが、素晴らしいです。今初めてラウンドからクロス1本目ですね。これこのクロスですね、はい、ずっとストレートだったんですけど、やはりこう終盤の時に使えるようにおそらくずっと溜めてましたね。ここで見せてきました。コートに汗などが飛びましたので、今その清掃が行われて、そして両者が汗を拭っています。さあここからの攻防、まず第1ゲームどんなところがポイント分けてきそうでしょうかね。そうですね、やはりお互い思ったより攻撃の意識がすごい強いので、今回は、はい、やはりシャトルのコントロールですよね。ロブが短かったりすると一発で仕留められますし、その辺最新の注意を払わなきゃいけないですよね。とここで桃田にネットのミス。少し今日は桃田にこの得意のヘアピンなどでミスもあります。2ポイント、ここでタゴがリードしました。返している、ネット越えた、押し込んでいきました。サービスは18-19。タゴは常に世界に向けて練習をしている、目標であり尊敬する先輩、公式戦で戦うのは少し緊張しますという話もしていました。上げた、スクラッシュ、よく返しているタゴ、ここも返す、今度はタゴのディフェンス力うまいですね。今のも要所で実力を見せて、まず第1ゲームのゲームポイント、このポイントを取れば第1ゲームはタゴです。この大会では9試合連続でゲームを落としていません。スマッシュ、ネット際、ヘアピンからタゴが押し込んだ。第1ゲームまずタゴが取りました。桃田の前線も光りましたが、終盤強さを見せたのはタゴです。21-18、まずタゴが決勝進出に向けて一歩リードをしました。池田さん、改めてこのまず第1ゲームを振り返っていただきますと、どんな印象でしょうか。はい、前半桃田君積極的に攻めていったんですけど、はい、初めはリズムよくいったんですけどね、後半やはり大事なところでタゴ選手のディフェンスが光りましたよね。ネット前も桃田君素晴らしいコントロールで、対応してたんですけど、最後はタゴのいいとこが出て押し切られたっていう感じですかね。15-15という競った展開、17-17まで両者同点で行ったわけですけれども、最後に点差がつきました。その17-17からのポイントですね。終盤に入ってこの厳しいコースにあったところも返した中で、このクロス、ここで初めてこのクロスを使ってきたという話でしたが、さらにこれはゲームを決めたポイント。このネット際の中でも最後にタゴが競り合いを制したという形で、まあ、タゴのさまざまな引き出しといいますか、そういったものも見られたのかなという気がするんですが、本当に技術高いんですよね、タゴは、はい、これが、まあ、長年世界の中で、そして世界でもトップクラスで戦っているタゴの実力。ラブオプレイ、そのタゴのサービスで始まっていきます。サイドが変わりました。今度は画面手前がタゴになりました。奥が19歳の桃田です。ネット際、上げた、タゴネットにかけました。さあ第1ゲームを失った桃田としては、この第2ゲームはどんなことを意識して入っていきますか。
やはり第1ゲーム先制されて第2ゲームのスタートでタゴ選手にリードされるとやはり苦しいということを分かっているので、はい、前半絶対に離されないように、なおかつ風向きもまた変わりましたから、はい、攻めるところは攻めて守るところは守ってしっかり攻守の切り替えをしっかりしていきたいですね。今ご覧になって池田さんから風の状態というのはおおよそどちらからどちらにというようなことありますか。おそらく桃田選手の方からスマッシュ打つと、風上だと思うんですよね。あ、そうですか。なので田尾選手も積極的に攻撃向こうでしてましたからアウトです。そうすると桃田としては今度は、自らの強打などが活かせるサイドと、はいね、いうことが言えるでしょうか。いっぱい見てアウトです。桃田選手としてはああいう一発ミスを減らしたいですよね。やはり簡単に田尾選手に点数を上げてしまうとどんどんリズムに乗ってしまうので特に大事なこの出だしですが連続でミスになりました。こういったところを減らしていきたい桃田です。強力よく返している。今度は桃田、桃田押し込む。よく返すタゴ上げた。今場内の皆さんにもそしてテレビの皆さんにもお聞きいただきたいと思いますが、あ、やりすぎたという強すぎたということでしょうかね。この今そうですね、上げた瞬間ですけれどもそういった声が聞こえました。こういってファンを引きつけるというところで田尾選手はそうですね、試合の中にはあります。ちょうど試合前にすれ違った時に、はい、一言話したんですけど、楽しい試合を期待 してるよって言ったんですけどね、はい、任せてくださいって言ってましたよね。あ、そうですか、はい、そのあたりは余裕も感じさせます。いっぱいでわずかにアウト。今もあるいはモーターの中では入っているという意識だったのかもしれませんが、その風という影響もあるんでしょうか。そうですね、やはりコートが変わると分かってるんですけどね、少し力を入れるとああいう風にアウトになってしまいますよね。今度はどうか、桃田返していきます。失礼、タゴが返します。決め切った、ようやく決め切りました。いや、今も一発で決めたかというところをタゴが返します。これですね、ただそこは落ち着いていました。この桃田の強打、こうしたスマッシュなどというのはどんな印象でしょう。やはり切れ味鋭いですから、サウスポーなので右左と打ち分ける、なかなか右の選手にとっては取りづらいところに落としてきますので、すごく田子選手としてもロビングを奥までやらないと対応が難しいと思いますね。ドライン際アウトです。サニソバ5-4。その風などというのは今プレーをしながらサイドが変わった中で少し探りながらという状況もあるんですか。そうですね、だいたい 3-4 点のラリーをしてしまえばある程度感覚が戻ってくるので。桃田の強打、返したゴ仕込んでいきました。いや、今もかなり厳しいショットというのがあったかとは思うんですけれども。そうですね、田子選手本当に実はダブルスもすごく上手なんですよ。ああいう球っていうのはダブルスで多いんですけど、はい、ああいう取る技術っていうのは素晴らしいですね。桃田選手ああいうので決まらないとどこで自分のショットが決めていいか分からなくなるので、田子選手は本当にディフェンスそして攻撃もバランスが取れてますし、なかなか簡単に決めることができない、決めることが難しいですよね、はい、世界でも数多くの試合をして実績を積み重ねている田子、今年本格的にシニアの世界デビューを果たした桃田。桃田としては本当にいいお手本がチームの先輩にいるという、そうですね、そういったところなんでしょうね。本当に盗むところがいっぱいあると思いますよ。ただここは3ポイント離されました。これ以上離されていきますと厳しくなってきます。
ヘアピン返すだけ、モータ角度がある、逆サイド押し込んでいきました。神様はい、2ポイント差に戻しました。ここは桃田としてもやはり離されずというところを、そうですね、意識の中になってくるんでしょうか。はい、やはり2点差、3点差、5点差まで開いてしまうと少し桃田選手に余裕を持ってプレーさせてしまうので、 2,3 点差の差を保ちながら終盤まで行きたいですよね。スマッシュ、あっとネットにかけました。アイリーもやはりあの体勢で打ってもなんか取られてしまうんだっていう意識がですね、すごくあるんですよね。はい、ところなんでしょうけれども、それだけ田子選手のディフェンスを警戒しなくちゃいけないところなんですよね。それがこのミスを呼んでいるということが言えるのかもしれません。はい、今は入っています。あ、これで4ポイントタゴリードに変わってきました。このゲームの中で最大のポイント差になっています。あ、これもいっぱいです。先に10ポイント、ここで5ポイントの差がつきました。タゴリード、逆にこちらは少し風で押し戻されて、そうですね、そういう感覚があると思いますね。桃田としては踏ん張りどころを迎えました。アウト、はい、インターバル。これで6ポイントの差についてまずインターバルに入ります。ご覧のように第2ゲームはタゴが3連続ポイントというのを2度、そして最後は4連続ポイントでこのインターバルに入ってきたということになりました。さあ、桃田としてはここからできること、池田さん、どんなことが挙げられますか。やはり今結構ミスが目立ちますから、はい、なるべく自分からミスしないように、田子選手にショットを決められるのは仕方ないので、自分から崩れないようにしたいですよね。11-519歳3ヶ月。上げた。よく返す。今度は重た。ここは決めました。流れを切りました。今もまあネットに詰めながらというプッシュになりましたけれども、ここは確実に決めていきました。あ、ガットが切れたでしょうか。香川県の出身です、この桃田。強くなりたいということで中学で親元を離れて福島に渡りました。福島の双葉郡の富岡第一中学から富岡高校、高校生の時には震災にもあって思う存分練習ができない時期もあったんですが、そこを乗り越えて成長を果たし、去年世界ジュニア選手権シングルスで日本人初の優勝、そしてこのシニアに入ってなお成長を続けています。桃田が連続ポイント、どうでしょう、桃田としては連続ポイントで少しその縮めていきたいところかと思いますが。そうですね、やはり点数差が今4点差なので、ここを一気に縮めて15点の間にどれだけ縮められるかっていうのがすごい大切だと思いますね。スマッシュ、痛い、ここは返す、ネット、クロスで決めました。あ、その前にドロップと呼ばれる少し落とすようなショットも見せた後でのクロス、こうしたショットの組み立てなどはどうですか。そうですね、左利きなので、すごく緩急をつけて、そしてコースが分かりづらいですから、ちょっと今田子選手も届きそうで届かなかったので、はい、ああいう風に右左に触れる球があると少しここで点数が入る可能性もありますよね。これで3ポイント差、
最大6ポイントあった差を縮めてきている画面奥の桃田。入りません。2ポイントに差にまで桃田がしてきました。これで4連続ポイントです。桃田押し込む、逆サイドよく反応した。タゴ、最後はこの強力なスマッシュ。いやしかし今奥によくこの反応も見事だったと思いますけれども、よく追っかけましたね今。でもタゴ選手やっぱり余裕がですね、はい、少し感じますよね。リズムが桃田選手に行きそうなところなんですけど、焦るっていうところがまだないですよね。ラインいっぱいです。すかさずここでまた連続ポイントで再び4ポイント差に広げていきます。そのあたりというのはまだタゴの中には桃田のプレーを見ながらという余裕もありますか。そうですね、まだ少し余裕を感じますよね。桃田今度は手前、前後の揺さぶり使う、よく反応しているタゴ、打ち込んでアウト。桃田も途中からドロップですかね、少し手前に落とすようなショットもうまく織り交ぜているんですが、タゴが反応しています。5ポイント差になりました。ネットにかけました。先に15ポイントタゴです。やはりこういう点数の取り方っていうのはタゴ選手うまいですね。やはりちょっとしたところなんですけど、やはり少しずつタイミングをずらしてるんですよね。なので今も桃田選手前だと思ってちょっと突っ込んできたんですけど、ちょっとそこからフェイントを入れて、はい、後ろにロブを上げたところにスマッシュを打ったんですけど、ちょっと当たりどころ悪かったですよね桃田選手。そのあたりというのは相手の様子も見ながら一瞬の判断でそのショットなどを選択しているということなんでしょうか。やはり相手を見れる余裕っていうのもタゴ選手から感じますよね。再びこのゲーム最大の6ポイント差入っています。あと5ポイントで決勝進出、史上初の6連覇に一歩近づくタゴです。よく返した、落としてきた、ここはドロップ見事。ここはさすがのタゴでも反応できませんでしたが、そうですね、あそこからストレートスマッシュも警戒しなくちゃいけないので、あそこの手前に落とされるとちょっとタゴ選手でもきつかったですね。さあこれで桃田も10ポイントに乗せてきました。ただその流れを切ります。サミソバ17-10。いつもは桃田選手ああいう風にネットを切って自分のリズムを作ってるんですけど、さすがに1枚上手なタゴ選手に先手を取られてしまいますね。いっぱいで入っています。ラインの上、見事なクロスのショット。この球体がちょうどラインの上に乗りました。素晴らしいですね。やはりストレートのスマッシュと同じフォームでクロスも打てるので、
やはり対応するのが本当に難しいショットですよね。さあこれであと3ポイントです。タゴIn-team. 今年は世界でも飛躍の1年、世界ランキングも18位まで上げて、このタゴを目指していきたいという桃田。これは見事、サービスオーバー11-19。どんな試合をこのタゴ相手にするのかというところ、非常に多くのファンも楽しみにしていたゲーム。スキョだ、いっぱいで、うんとわずかにアウト。さあこれでタゴにマッチポイント。史上初の6連覇に向けてまた一歩前進するか。ヘアピン、よく返す、クリア、モータ打ち込む、まず一つ逃れました。やはり桃田選手、最後まで諦めずに点数を取っていきたいですよね。このタゴとの対戦を今後に向けたまた一つ弾みにしたい桃田。ゲーム、ただ最後はタゴ落ち着いて取り切りました。そして今後輩の一つ頭をポンと叩きました。ストレートで勝って今年も決勝進出。